灰落ち葉から登って花の元の滝足見荒越し越し査定始まりました。ゆきゆき普天間進化チューン島唄です。はい、民謡ファンの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聞きながら楽しくゆきゆきとよんたくさびら普天間の民謡好き進化が FM ギノワのリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM ギノワン田辺ゆきです。はい、この番組ではリクエストメッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ、はい、専用ダイヤルで私たちとお話ししましょう。電話番号は、はい、090-3015-0797 090-3015-0797。さあ、行こう。おう、なんくるないさで覚えてください。くすうよ FM ギノワン、チューンシマータン会、いみせえびりたい。FM ギノワン、メールアドレスは797@fmginowan.com。797@fmginowan.com です。はい、FM ラジオ放送とインターネットで同時配信しております。FM ギノワンのホームページから映像と音声もお楽しみください。ツイキャスというストリームで配信しています。そして4月からサイマル放送も始まっておりますので、うん、音楽、はい、ね、この番組音楽メインなので、うんうん、ぜひサイマル放送で聞いてほしいですね。そうですね、はいはい、ツイキャスへのつぶやきもお待ちしております。はい、お待ちしております。本当に、うん、全然来ないんですけど聞いてる人いる？みんな黙って聞いてるんじゃないですかでもね、あの電話番号リクエストする電話番号何番ですかって問い合わせはかかってきました、事務所にね、うんうんうん、だからこのスラスラ言うじゃないですか、はい、私たち、はい、もっとゆっくり言わないとわからないみたい。本当ホームページとか載ってない？ホームページとか載るけど、でもそういうのを書ける人は多分ホームページあまり、うん、見たりするじゃ、本当にラジオだけ聞いてる方が、うんうん、あの多いと思うので、じゃあもう一回言っておきましょうか。はい、で、なんだっけ、メモしてください、はい、0、まず0 090-3015-0797 だっけ合ってますよ週に1回しか言わないけど覚えてるのもすごくない？うん、覚えれて不思議ですよね、うん、こう何回も喋ってる言葉って口からこう出てきますよね、うん、出てくるよね、うん、面白い。090-3015-0797です、はいはい、ぜひね、この後あの生演奏のコーナーがあるんですけど、その後によかったらかけてください、うん、取れない時もあるからね。そうですね、生演奏の時とかね、一応気づくように気はつけておきます、うん、はい、はい、喋りながらなのでね、ちょっと気づかなくて出れない時あるんですけど、うんうん、諦めずに何回もかけてください、はいはいはい、担当とかいないの？担当このとかいないです。そんなのだってこれ全部一人でやってるのに電話番なんていないです。そんなのにかけれねえぜ感じ人が少ないんで、あのコミュニティ FM なので、はいはい、全部自分でやります。そうか、はい、頑張りましょう、はい、今日も。いや、いい天気ですね。いい天気ね。梅雨明けた？梅雨明け宣言なんかね、もうどうなんですか。いや、宣言は聞いてないですけど、もう張り5月10日、うん、終わったから、うん、梅雨明けのイメージないね。そろそろですよね、うん、沖縄って梅雨明けした後に降り出すの分かる？なんか知らないです梅雨明けしましたって言ったらなんかちょろちょろ降ったりする。あ、難しいんですね。じゃあ梅雨と梅雨じゃない時の境目があまりないってことですか？そうだよね。あ、今年から梅雨じゃない、あんま降ってないよね。ねえ、なんかでも寝てる間に降ってる気がします。夜中降ってる感じですよね。ねえ、うんうん、昼間はもうね、夏のように見えるんですけど、いつもねこのスタジオから、うん、あの基地の返還されてる部分が見えるんですけど、うん、西普天間地区、うん、昼休み作業してる人の昼休み車全開にしてなんか休憩してるのが見える、うん、どう全部入ってるよねいいなと思って、いい昼休みだなと思って、
いや、あっちからこっちがいいやつよ。あ、そっか、涼しいから。そうそうそう。ああ、そっか。大変だ。ねえ、この工事もね、なんか着々と進んでるみたいですけどね、うんうん、寂しいような寂しくはないか、ね、この景色なかなかねいいのでね、うんうんうん、このまま残してほしい気もするんですけど、ダメなんでしょうね。だよね。ねえ、この内地の人が見たらね、うん、俺たちも見られてるから、はい、昔から相当異国情緒あるでしょうね。だよね。うん、チクチンだったしね。何でしたっけ、チクチン、チクチンチクチンって皆さん聞いてる皆さん分かるんですかね。この普天間でもこっちより旧名より第二小学校のだいたい昭和49年生から52年生ぐらいまでしか知らない、うん、めっちゃ限定へえー、そうそうそう、アメリカの人がお菓子をくれるという、トリックアトリートの、トリックアトリートの発音良すぎるバージョンです。チクチンお菓子くださいっていう、ね、いたずらしちゃうぞ。あ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞっていう意味なんですよね。チクチン、チクチン、うん、これ普天間小の人に言ったら通じない。普天間第二小の人しか分からんわけ。へ、あ、第二小なんですか。そうそうそう、はー、うん、そうよ。まずそこを知らなかったですけど、へー、そうそうそう、ね、そのぐらいやっぱりね、うん、アメリカンなんですけどね、この辺の地域はね、うんうんうん、昔と比べて歩かなくなってるようなんだけどね、アメリカ人の人も。そうですね、うんうん、まあまあいろいろありますから、うんうん、何か話題が飛んでしまって、うん、何かありましたっけ話題。1週間いかがでしたか。叫びたり、え、ちょっとむくんでますね、顔がね。それは前からだけど私も人のこと全然言えないんですけど、むくんでますね。可愛いですよ。あ、ありがとうございます。むくじゃあむくんどきましょうか。むくんどく。自分でむくましてるの。もう夜に寝る前に水気、水分取ったらもうすぐですよ。もう次の日、あ、そうなん、むくんでも。飲んだ方がいいっても言わない？寝る前に。寝る前に、うん？あ、そうなんですか？わからんけど。いや、今までの経験では飲んだらもうむくみます。ほんと？朝起きて飲むのがいいんじゃないですか？あは。うん。そっかそっか。まあまあ水分取らないと痛風になりますから。そうでしたよね。水分取るようにしないとって前話してましたよね。そうそうそう、うんうん、水4リッター。うん。どうですか？進んでますか？おー、全然飲みきれん。4リッター、何リ、2リッターぐらいは飲みます？2リッターも飲めない。おー、1。一も飲んでないな今日。飲みましょう。コーヒーばっかり。ああ、またね、お茶とかコーヒーとは違うみたいなんでね、水はね、うんうんうん、まあ、そうそうそう、ね、今日も暑くなるから、あの水分補給も皆さんもねしながら過ごしてほしいなと思いますけども、うん、はい、今年は暑いね、うん、暑くなる早くない。暑い、うん、暑いです ね、 ね、なんだ、でも今日はちょっと涼しくないですか。そう分かる。私長袖ですもん今日、まあ、クーラーがね効いてるのでここ、はい、それもありますけども、はい、うん、まあ、そんな感じで始めていきますが、最初の方はね、うん、リクエストお待ちしてます、はい、で後半はお遊びコーナー、今週は第2週なので、うん、むくじ、いみくじ、おみくじコーナーです、はい、くじ引きで出たお題についてトークしていきます、うん、先週はね収録だったので、はいはい、ね、久しぶりに生放送嬉しいですね、うん、生がいいね、ね、生放送だからやっぱりリクエスト の、 とか電話とかメール、ツイキャスをどんどん送ってほしいなと思っています、うん、ね、はい、はい、お待ちしております。一緒に楽しみましょう、うん、それでは1曲目いきましょうか、はい、あ、そうだ、今作りたての歌いじゅすぐぬし、歌に主はない。それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてください。という意味の雪が大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中の雪雪が毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょどうです？林が、え、林が良くないね。林がちょっとずれてました。うん、ちょっとずれ
今作ったんですよもうたった今作り出来上がったばっかりなんで、これ直そう、直して直してあ、ヒーハーヒーがダメです。そうそうそう、あ、ちょ、もうちょい前ですよね、うんうん、これ本当にね、始まる10分前に作ったんですよ。そうだよね、スタジオ入ったの1分前切ってたからね出来上がっただけすごいでしょ、うんだけど直してね、はい、じゃあもうちょっと来週はよくしておきますが、はい、生演奏のコーナーです、うん、はいはい、今日は一離れ節でいきましょう、うん、はい、行き場一よ花ありよ、張り戻って場まよ、へいよ目のよ浜によ張りやんばらがよ、へいよちとんよ、
ゆきゆき生演奏コーナー、今日は一花り節をお届けしました、うん、一旦 CM です。あ、緊張した。え、歌い慣れないのは緊張する。あゆきゆきやいびんチューンリクエストサビラチューン島歌をお送りしています。はい、電話鳴った？電話まだ鳴ってないですね。止められてない？大丈夫？え、大丈夫それですか？いや、大丈夫だと思いますよ。あの、朝も使えていたので。はい、番号は09030150797、はい、09030150797、もうそのまま登録してもらった方が。そうです ね、もうこれチューン島歌スタジオ、うん、FM ギノワンのスタジオで登録してください、うん、はい、いや、うん、でもこのこの時間1週間の中でこの時間しかそんな受付はしていないんですよ、うん、それ以外も使ってない。だからそれ以外にもしかけてきたら本番中にブーとかな、うん、あ、そういうこと他の番組では受け付けていないのでね。はい、お気をつけて。そうですね、はい、はい、本当に木曜日の1時から2時の間だけ受け付けてますので、うんうん、ぜひこの時間にね、はい、お願いします。お願いします。じゃあメール来てますよ。お、こんにちは、田辺さん、大城さん、こんにちは、FM ギノワンをお聞きの皆さん、FM ギノワンのスタッフの皆さん、今日もおかしな格好笑い、ラジオネーム銀のトロンボーンです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、お二人さん。今日はリクエストを歌っている方は分かりませんが、デュエットで歌う二見城和を、なければ他の方が歌っているバージョンがありましたらお願いします。この番組を聴いている民謡ファンへ送ってください。では今日はお二人のおしゃべりを楽しみます。あ、ありがとうございます。銀のトロンボーンさんしか聞いてないんじゃない、はい、一人ですか聞いてますよ。聞いてますかね。みんな聞いてるんですけど恥ずかしいんですよ。うちなんちょだから。そうそうそう、うん、どうしたらこの恥ずかさ治りますかね。ノーランでもこの番組の企画自体考えないといけないそうだね。だ、沖縄の人ってテレやシャイな人多いさ。はいはい、多いですね。あの、今は違うけど前とかほら内地のミュージシャン来るさね、はい、沖縄コンサートとか、はいはい、こんなとこしないって。あ、手を拳を振ったりとか。そうそう、ノリノリ、うん、登竜門だったらしいよ。沖縄で盛り上げられたら一流みたいな。あ、みんなじゃあ好きで来てるけど特にこう手拍子するでもなく、そうそうそう、聞いてるだけ、じっと聞いてる、うん、そうそうそう。へえ、意外となんかじゃあ勝ち足とかあるのに。ね、そうそうだよね、うん、あれは恥ずかしくないんじゃないのへえ、うんうん、この前勝ち足で、うん、あのいつも出てくるメンバーいるじゃないですか、うん、あ、どん、なんかほらこの辺の地域で勝ち足するって言ったら必ずどっかから聞きつけてこの民謡のなんか勝ち足になったら踊る人とかいるじゃないですか、うんうんうん、あ、またあの人だみたいな、うんうん、そういうメンバープラスなんか新しく見慣れない人が来たりしたらみんな、お、あれはどんな、そうそう、どんな踊りをするんだろうみたいな感じで見るじゃないですかそうね。でね、この前あのずっとこう客席から杖ついて、うん、ゆっくり歩いてきて、うん、でステージと客席の間の、ま、でとこ、はいはい、
あの踊ったりするじゃないですか、うんうんうん、そこに来たら杖をステージにかけて急に踊り出す逆かと思いましたそれすごいね、足悪い演技してからのみたいなはいはい、それすごいわ、踊りは踊れるんだと思って、足が悪いくて足も動いてた、まあまあ普通に、あ本当、うん、聞いたらもう、ね、自分で止めきれないんだろうね、もう踊らずにはいられなかったんでしょうね、わさわさしてね、うん、気持ちわかるわ、だけどそれは、ね、あのギャグでやってんじゃなくてもうそうなんだと思います、うん、そうやってね見る方で楽しんでますけど、じゃあもうここで、はい、二見城は神谷浩一さんの歌でお届けします、はいはい、後ろから歩いてる同じ人が3人ぐらい寒風打ってたわけ、あ、近所の皆さん間違いないね、余興の帰りから、近所の皆さんいいよね、入居が超長いよね、3日ぐらい、教師視野もその時に、それは別、うん、最高まで大将だ、ブザーまだある、ブザーあります、民謡協会だけだよね、あ、そうなんですか、 そうだよ、それで割れてるさ、ね、かわいそう、でも人数多すぎるから明らかにダメなのは流さないともう回らない、終わらない、まあそれもあるだろうね、う耳から離れないらしいよ、あのブザーの音、ゆきゆき純島歌をお送りしています、はい、二見城は神谷浩一さん、うん、お聞きいただきました、二見城は歩いたことある道、あメロディーロードだ、はいはいはい、タイヤが擦れる音で音階になってて、うん、二見城はが聞こえるんですよね、うん、ないですね、
3回ぐらいやったわけ、はい、3回ぐらいやったわけ、はい、行ってから、はいはいはい、もう1回もう1回、はいはいはい、あれ面白いね。あ、ちゃんと聞こえます。聞こえる聞こえる。へー、てー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 って流れるわけ。何キロがいいとかあるんでしょ、推奨速度。そうそうそう、うんうん、40キロだった、ね、あれ面白いね。へー、うん、ありますよね、ご当地でね、うん、歌。知床だったっけ。あ、知床旅場、はいはい、あるんですね。手前流したよね。流した気がしますね、つらね行ってからね。そうだ、そんな時はね、うん、8886コーナーもありますので、そうそうそう、あのこれはどういうコーナーかと言いますと、うん、あの歌の前につらね、あのちょっと流歌をつらねで言ってから曲を流すっていうので、うんうん、自分で作詞をしてもらってそれを送ってください。すると私たちが歌いますので、うん、はい、暫定1位は送る言葉ですよね。送る言葉だね。あれ勝てるんだよね。で、そう、自分で作らなくてもあの歌謡曲とかの歌詞で文字数が8886になっていたら、うんうん、ぴったり当てはまりますので、多少の字足らず、はい、字余りはね、はいはい、いいんで、よしとして、はい、あら面白かったね、はい、あの曲とあの歌詞とセットでぜひ送ってください、うん、はい、お待ちしております、はいはい、あのこの前なんか違う番組で五七五俳句やってたんですよ、うんうんうん、あ、俳句はもう五七五だからだいぶ短いじゃないですか、八八八六より、うんうんうん、ちょっとハードル高いかなと思って、八八八六がそうそうそう、七五がいいのかな、七五調、あ、くどち、くどち、でもね、このやっぱりリズムに慣れるっていうのがね、うんうん、コンセプトなので、はいはい、ちょっとハードル高いかなとは思うんですけども、何でもいいので、うん、流歌を残していくためにもね。じゃないか、流歌残す、そうですね、流歌はまあやってる人いると思うんですけど、なんかこのリズム感、沖縄の、うん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 、ね、それがちょっと五七五七七とかと違って、八八八六、なんか最後が短いっていう、なんか変な感じよね。ね、だけどそれに関してってもう数えきれないぐらいの歌詞があるさね。うん、というか民謡古典もしかり、はいはいはい、すごいね昔の人 ね。この何文字？三十文字？三十文字？計算できないですよ私。三パ二十四の六。の6でしょ、30ですね、はい、この30もここ歩いた。あの、はい、でも計算弱いんです。30文字にこの感情を込めるさね、うんうんうん、はい、で今変な感じって言ったけど、昔はそれがしっくりきたんでしょうね、うん、きっと、うんうんうん、誰決めたんだろうね、うん、そうですね、元があったんでしょうけどね、うんうん、誰がやりだしたのか、古典にしても、ね、もう足火でもな国とかで386だしね、うん、旧のふくらしゃやも386でしょ、うん、あ、この8886のことを386と言います、はいはい、うん、ね、うん、すごいさ、それもね、応募し、あの募集しつつ、うん、電話もお待ちしています、はい、あのこの前かけてくださって、あの、うん、電話番号教えてくださいっておっしゃってた方は、うん、今聞いてますかね、あの今かける時間なんですけど、恥ずかしいかな、忘れてるかな。あのね、このいろんなお話もしたんですよ。ああ、だからそうそう、もうちょっと詳しく聞きたいなと思ってリクエストも一応聞いたんで、うん、用意はしているので、あ、準備したのかね、はいはい、ね、お待ちしてますよ。名前は聞かなかったんですけどね、はい。はい、それでは一曲お届けしましょう、うん、はい、では内田と美香さんのデビューアルバムから、うん、はい、ナークニーをお聴きください。はい、
一人はこれじゃないよ。これもカウントされるの。あのじゃあ人それは来ないわな。来ないな。選手も理事会長だったでしょ。あー、綺麗なシネス、ヤクザみたいな。ヤクザみたいなやつだ。みんな多いじゃないですか。多いよね。トマキさんも。内里美香さんのナークニをお届けしました。では一旦 CM です。なんか高校卒業記念に作ったって。高校卒業記念に、高校卒業して就職するまでの間に記念にみたいな感じで。はいはい、すごいですよね。チューン島歌をお送りしています。はい、いいねこの水の音ね。はいはい、涼しくなるね。涼しげな BGM でお送りしておりますが、リクエストコーナー終わりましたよ。もう受け付けない。寂しいな。もう受け付けない。多分一気にかかってから来てからありますよね。ね、そう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 。え、話中だったんじゃない。一気に5人ぐらいかけてからということにしとこう。あ、そう、はい、そうかもしれないです、うん、はい。じゃあ次のコーナー行きましょうかね。後半はお遊びコーナーです。いみくじ、おむくじ、うむくじコーナーです。こんなジングルだった。変えた。変えたようですね。ロックの日だからかな。はい、さあ、はいはい、あのおみくじ引いたお題をについてトークするコーナーです。うん、はい、俺から。はい、引く。今おみくじを引いております。はい。もしドラえもんがいたら出してほしい道具は何ですか。あ、はいはいはい、何ですか。基本的に現実逃避のものしかないよね。
うん、スモールライトかな。ちっちゃくなりたいの。ちっちゃくなってみたいかな。踏まれるよなんかでもちっちゃく、自分がちっちゃくなったら、うん、虫とかも大きく見えるでしょ、きっと。怖いでしょ。怖い、そういうの見てみたい。バッタの目とかそうそう、そういうのに怯えたりしてみたい何が欲しいかな。どこでもドア、うん、配達してるから仕事に現実的でしょ。旅行者潰れるわ。あ、配達にどこでもドアがあったら、うん、もう店の自分のところの前に置いといて、そうそうそう、ガチャってやって、はい、ガチャってやって、はいみたいな。花笠ですみたいな早っそしたらラジオも休まず、あ、来れますよ。そんなのできないですかね。でもドラえもんからこう言って言い出して、この実現したものとかありそうですね。ある？カーナビとかってどうなんですかね。あは、携帯電話とか、あ、あり、あった。そんなドラえもんできた頃にはなさそうですよね、うんうんうん、何年ぐらいやったっていうの、あれ50年ぐらい、あんなやってない、40年ぐらいかな。40年はやってるよね。40年はやってそうですよね、うんうん、へえ、すごいね。漫画家ってすごいと思う、このすごいすごい想像イメージが。机に座って鉛筆だけ持ってあんなこと書けるなんてね、うん、すごいよね。ね、まあ、小説とかもそうだけど、はいはい、もうどこまでもイメージが飛んでいってるじゃないですか、うん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 、ね、すごいよね。すごいですね。次のくじいきますか。あ、休日時間があるときには何をしていますか。俺ない、だいたい寝てる。ねえ、まず寝ますよね。寝る。かも実家の俺の家の向かいにある遊戯場に行ってます。うーん、そうなんですか。へえ。基本寝るよね。ねえ、うん、なんか寝るって休みになって寝るなんてつまらんって前は思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱりね、休みじゃない時が結構無理してるっていうか、うんうんうん、働いてしんどいですよね。だからちっちゃい時に父親がさ、要は日曜日休みとか昼まで寝てるさ、はい、でご飯食べて寝て、はい、またご飯食べて夜寝るさ、はい、うん、おかしいんじゃないかなと思ってたけど、ね、思ってましたよね、ちっちゃい時は。できるね、普通にできる、ね、やっと分かるようになってきましたね、うんうん、大人になったんだね。うん、うん、休日ねじゃあ寝て、うん、しかも時間が余って、じゃあ、あ、そっか、私が言ってないのか、遊戯場行くんですよね。私じゃあ寝ても、うん、私泳ぎに行きますね。うん、うん、プールに。プール、うん、海でもいいんですけど、うん、ちょっと日焼けじりじりすぎなんでプールどこに行くの。この辺ないじゃないですか、うん、あ、うん、まあホテルとかはありますけど、うん、ちょっとお高いから県総合運動公園に行きます。あ、大山にあるよ。大山に何があるんですか。マリン支援センター。あー、そこって泳げるんですか。泳げる。へえ、え、何メートルのプールがあるんですか。分からん。あのガシガシ泳ぐんですよ私。あの25メートルとか以上50メートルとか漂うとかじゃなくて、あ、じゃなくてガシガシ泳ぐ。はいはいはい。あっち上等だよ。プールサイドでバーベキューもできるわけ。あ、いや、うん、レジャーですよねいや、それはそれで上等なんですけど本気泳ぎ。そうそうそう引くわなんでよ、気持ちいいんですよこっちだって。マリンシ、あの南部佐敷にも新座扉からさ、南部の佐敷、え、全然わからないです。地産ホテル、ん、あ、ホテル、はい、エンジンの湯、新座扉わかる。わからないです。あ、はい、あ、はい、あ、わかります、うん、はいはい、あっちの途中にあるよ。何が、プールが、ホテルがあって、その奥にプールが、はい、滑り台とかもあってさ。え、なんで南部まで行かなくても、別にラグナとかいろいろあるじゃないですか、宜野湾でも。お高いでしょ。あそこが安いってことです。安かったはずよ。え、でも何畳まで行く、ガソリン代がまあね、ホテルって普通すぐ入れるのかな。ね、だから泊まってる人用ですよね基本はね、うんうんうん、だからビジターで行ったら結構なね、あは、うん、そうだよね、入れはするのかなと思うんですけど。水着着る、
水着着ますよ、うん、水着じゃないとそういう本気プールは入れてもらえないです。まあまあ、ね、本気プールT シャツとかでは泳がしてもらえないです。基本大体よくあるよね、水着履いてる人も内地の人さ、お金と水着着ないさね、海ででしょ、うん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 、海ではもうラッシュガードとか T シャツとかですよ、あ、はいはい、本気泳ぎの時はそうちゃんと競泳を競泳帽子も帽子も被らないと入れてもらえないんですって、あは、はい、へえ想像しないでください。不思議ちゃんだな。いやいやいや、てりたまさんがツイキャスで初見ということで、はい、あ、初見ありがとうございます。ありがとうございます。これはあの民謡番組、民謡リクエスト番組なんですよ、うんうん、で前半はね、後半はもう遊んで喋ってるだけなんですけど、どこでもドアの研究ないかできてますけど、どこ休日に、あ、休日に37分だから、あ、そうか、なるほど、あは、自分で作るんですか、どこでもドア北中にあるのか、どこでもドア本当だ、あるってば北中のどこにあるんですか。あれは維新だから、維新だ、めっちゃ近いじゃないですか、維新だかアダニアぐらい、はい、え、それこっちから行ったら天満神宮から沖縄市向けに行くさ、はい、でリージョン右に曲がるわけ、はいはいはい、リージョン、うんうん、リージョンがの、はい、近い近い高速向けに、うん、で左側にすぐあるどこでもどうか、あ、うん、なんかあの作品ですか、そうそうそう、あ、並んでますね、うんうん、ああれかあれ開かないでしょ、だってドア開かないはずね。がっかり。開けたり死んだり出るはずよ。移動してない、別に。それリアルに地続きだし。そうですか。なんで維新だって読むんだろう、あれで。あ、なんでなんですか。なんでかな。維新だって地名ないわけさ。あ、でもコチンダとかも平って書いて。あ、そっか、ね。北中グスクソン維新だってないわけ。うん。地名が。宜野湾市とかそういうことですね。通称なのかな。あ、ないんですか。そうそうそう、住所がないわけ。え、でもバス停とかあるじゃないですか。バス停には維新だって書いてある。だけど北中グスクソン維新だはないはず。あ、じゃあ、 あの口々にみんな維新だ維新だ、ここは維新だって言ってるだけで、うん、住所にはない。ない。ほうはず。へ、で維新だ公民変わるよ。へえ。で住所アダニアだぞ多分。あ、多分分からん諸説ありへえ、じゃあもっと古くあって消えたとかですかね、かもしれないね。うーん、ちょっと沖縄らしいですね、うん、あのバス乗ってたらもういろんな地名が面白いです。ブールーバルとかある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 、維新だの次だね、漢字4文字とか5文字とかなんか、うんうん、ムールバルでしょ、ブールバル、ブールバル、ブールバル、あれすごい、ビン、あ、ビン、この前習いました、ホエ、ホエモ、ホエモで漢字3文字で読み方が2文字なんだ、ポエムとかなんだムチャスみたいなムチャス、稲本中みたいな、 夢とお茶の茶と鳥の巣の巣と書いてね、ムチャス、あのイナムドチとフーチバージューシーが美味しいらしいです行ったことないないんですよ、行こうかなとちょっと勇気が、はあ、でもランチを始められたそうなのでちょっと行きやすいんじゃないですか、ヒーコーのおっかでしょ、いや私そんな知らない知らない、ヒーコーのおっかだって言ったもん、はいはい、ヒーコーわかる、いやわかんないですこれ聞いてる人も誰やねんまあ有名かもしれないですけど、三重の人になるさ、はあ、ちょんまげ言ってる、はあ、分からない、ありそうですけど分からない、はいはい、何の話、はい、じゃあもうこんなもんで、うん、以上いみくじうむくじおみくじのコーナーでした。チューン島唄をお送りしています。それではここで FM ギノワンよりお知らせですね、リューティーの、金曜日、リューティーさん金曜日の10時から12時、
に楽しい番組をしていただいていますけども、そのリューティーさんのスーパーライブがあります。もう間もなくですね、6月11日土曜日です。会場 5時、スタートは6時です。場所は沖縄県男女共同参画センターティルルです。那覇市西にあります。このライブはリューティーさんね、本当にもう毎日ライブされてるんですけども、もう特別らしいです、うん、この日は特別、すごい演出とかも考えられていて、すごい楽しいライブになりそうなので、ぜひちょっと気になるなという方は行ってみてください。 FM ギノワの方でもチケットをお預かりしていますので、こちらに問い合わせていただいても大丈夫ですよ。チケットはお問い合わせ、FM ギノワンにお願いします。ちょっと電話番号ちょっとね電話調べます、うん、はい、はい、それで前売り3000円のチケットがありますのでね、ぜひ行ってみてください。はい、続いてオリジナルミュージカルの出演者大募集のお知らせです。沖縄発全国行き、日本全国で今最もティーンに見られている脚本演出家武田雅宏さんと、モーニング娘。などのトップアーティストへの振付指導をしている振付師ナピロさんによる沖縄発オリジナルミュージカルが上演されます。上演されるのは8月24日から26日の3回公演で、浦添市手だこホールであります。でこの上演されるミュージカルの出演者を今から募集してオーディションされるということです。このオーディションの申し込み締め切りが6月、こちらも6月11日が締め切りとなっております。もうね、歌が好きとか踊りが好き、演技が好きという方はぜひチェックしてみてください。もう全部できるってわけじゃなくて、この初心者でも歓迎ということなので、うん、もうちょっと興味があったら参加するといいんじゃないかなと思います。13歳以上35歳くらいまでの健康な男女 でしたらもう誰でも歓迎ということです。こちらは検索ワードはサテライト沖縄で、そしてミュージカルと書いて検索していただくと出てくるということです、うん、はい、興味ある方はぜひ、はい、もう土曜日までなので申し込んでください。はい、はい、以上 FM ギノワンよりお知らせでした。それではここで1曲お届けします。徳原誠文さんと松田龍勝先生でぬんぬくそいそい、はい、失礼しました。聞いてる人いるんですよ、これはちょっと気になった
たしきちきみそり。先生、長所カラオケ大好きだっけ？超カラオケしてて、娘も行ったから2人ともずっと連続で100点だそうで、100点初めて見たのさ、見たことない、ずっと100点、2人ともすごい、来ない、で、俺たちがやるさ、歌うさ、ちょっと待つよさ、まだ歌うかって言った、いやじゃあ止めてくださいってへぇ、かけるわけ、私も行くとき呼んでくださいよ、誰みたいな、でも一回挨拶したから、あの、俺が行きたくない、点数勝負するわけ、点数、高得点じゃなくて、それを揃っておくトランプでやって、これ足したりゾロ目とか、あれで関係するから、必ずステージで歌わないといけない何歌手の人、何歌って上手いですからね、面白いな、そういう人といたら面白いんですよ、誘うよ、前も愛したから苦痛だったいや、そっちなんていう、そいそい、チューンしまうたお送りしてきました、ぬんぬくそいそい、松田ひろかずさんと徳原誠文さんの歌でお届けしました、はい、楽しい曲です ね、ぬんぬくそいそいはどういう意味でしたっけ、ぬんぬくそいそい、たっこいもっかい、いちゃいちゃ、ね、うんうんうん、たっこいもっかいみたいな感じですよね、そうね、うんうんうん、面白い、はい、あのさっきのね12時台の番組も聞いていた方多いと思いますけども、うん、エイサーの話してましたね、うん、してた ね、 ね、沖縄市ではもうエイサーナイトがもう始まるみたいでね、そう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 、ね、うちも普天間行くも出るとか言ってたな、あ、そうなんですか、うんうん、へえ、そうそうそう、もうそんな季節ですか、ね、もう聞こえるよね、夜家にいたらどんどん聞こえます、うん、苦情入れようかなと、あのそわそわして自分も行くんじゃなくて、そうそうそう、うるさい、心地いいよねわさわさするさ、そうそうそう、うん、もうねえするする、ね、はい、します、今日のマンコーと思ってても、うん、プシュッと開けて太鼓の音聞きながらあーね、うん、そうそうそう、遠くで聞こえてくるのね、本当に心地いいですよね、そんな季節がやってまいりましたね、エイサーのメンバー呼んであれしたいね、ギノワンの、そうですね、紹介とか、またもうちょっと6月なんでもうすぐね、うんうん、7月ぐらいとか、ねね、エイサーの地方メンバーとか、うんうん、まあね、その青年会の、はいはい、歴史とかね、曲目とか、うん、募集かけてもらったりとか、ね、はいはいはい、ぜひね、うん、読んでお話聞きたいですね、飲みながらやるか1時ですよお昼の収録しよう、うん、簡単に収録って言わないです、生放送でやりますから基本、はい、でもね来週またあれなんですけどね、あの収録なんですけど、ね、来週は、わらびだしのコーナーがありますので、はい、あの木曜日、あ、ちょっとなるべく早めにメール送っといていただいたら読みますので、よろしくお願いいたします、はい、子供ならではのエピソードがあったらぜひ送ってください、うん、リクエストもね、ぜひお気軽に送ってください、うんうん、はい、今日もありがとうございました、はい、はい、また来週、また来週一週間ね、はい、元気でお過ごしください、うん、はい、それではチューンしまうた、この辺でさよなら、さよなら。